こんにちは、ジャンボです。今回もオキシジェン、ノットインクルーディッド始めていきます。前回トイレの水がなくなり、おもらし大洪水となったところで、終わりました。そのおもらしがいろいろなところに、不具合を起こしてしまいました。まずは綺麗な汚染水の貯水池。食中毒菌が感染してしまい、分けて作った意味がなくなってしまいました。そして、食料庫の水ロック。水に食中毒菌が、感染してしましました。一旦抜いて作り直す必要がありそうです。パート4のコメントで、発電機の二酸化炭素じゃいかんの?とあったように、二酸化炭素の方がたやすそうですね。しばらくサバイバルプレイを、してなかったので、忘れていました。二酸化炭素は気体の中でも、重いので、自然と下にちょまります。参考動画です。周りは、酸素、二酸化炭素の池を作りました。その中に食料保管庫を置いていますが、滅菌状態です。時間を進めてみます。10サイクル経ちましたが、二酸化炭素は逃げていません。酸素に押されて二酸化炭素は逃げれません。明らかにこっちの方が食料保管室として、簡単ですね。次回のプレイに活かしましょう。はい、こちらは寒冷バイオーム入り口。扉を設置して入場制限を、かけます。では掘り進めつつ、噴出口が何なのか確認しに、行きましょう。防石器で作れたセーターは1機。寒冷バイオームに入れるのは採掘担当。神湯さんのみです。隠れた噴出口は、蒸気噴出口。情報を見てみると、噴出温度は500度、高温蒸気噴出口です。まだ冷却方法が確立できていない今。開封するのはやめておきましょう。では周囲の氷や雪を、掘って、拠点右下の冷却に、役立てようと思います。冷却に使用できる氷や、雪が大量にありますが、有限のため頼りすぎは禁物です。これがなくなる前に、冷却しなければいけませんが、鋼鉄がなければ始められません。こちらは農場。リード繊維を入手するため、シンブルリードを育てる準備を、しましょう。リード繊維は食用ではないので、食中毒菌の汚染水を、使っても問題ありません。では農場下の池に、氷と雪を入れておくための、格納庫を建てましょう。格納庫の素材は熱応答性の、高いものを使いたいと思います。熱応答性に関しては、参考動画を使って説明していきたいと思います。ONI の世界では、A の物質の温度、B の物質の温度が違うとき、平均して同じ温度になろうとします。このことを熱交換と呼びます。今回は、A の物質が 126.9 度の酸素、B の物質が20度の格納庫となっています。それぞれの空間は、温度がないニュートロニウムで囲んでいますので、壁との熱交換はしません。そして、その熱交換がしやすいの物質には、熱応答性のステータスが、
熱交換しにくい物質には、軟化熱性のステータスが付与されて区別されています。上の格納庫は、軟化熱性の多性岩性、下の格納庫は、熱応答性の堆積岩性です。では、温度レイヤーに切り替えて、時間を進めてみましょう。下の格納庫の温度がどんどん上昇していってます。それに対し、上の格納庫の温度は上昇しているものの、スピードが全然違いますね。しばらくすると、下の格納庫は温度が平均化され、ほとんど温度変化がなくなりました。それに対し、上の格納庫は、まだ、周囲の酸素との温度差があるため、温度が上昇しています。また、今回 A の物質酸素、B の物質格納庫と分けましたが、気体や液体は、それぞれのマスごとに、温度は、存在しているため、A の物質酸素同士も熱交換しています。熱に関しては、熱容量とか熱伝導率とかありますが、話が長くなってしまうので、この辺りで終わりにしておきます。はい、こちらは農場。シンブルリードに農用端末を置きたいと思います。いや、その狭い空間のために農用端末一つ使うのはもったいないので、左の農場の天井を低くして、右に伸ばしたいと思います。ミールウッドは高さ2マスで、成長するので、3マスは必要ありません。シンブルリードは高さ3マス必要です。これで温室の64マスを、クリアしますね。格納庫が建設できたので、氷と雪を運んでくるよう設定しておきます。汚染水の方も汚染氷を設定しておきましょうか。それぞれ氷が運ばれてきたので、温度レイヤーで見てみましょう。マイナス 16.9 度の氷が入っており、氷と格納庫が熱交換して、格納庫が冷え、格納庫と水が熱交換して、温度が下がるはずですが、水の温度がかなり高そうですね。汚染氷の方は熱交換がされて、格納庫の周囲が冷えていますね。こちらは完結線。貯水池が完成し、あとは汚染水を取り除くだけです。いえいえ、100サイクル達成。まあ何もないんですけどね。こちらはポークシェル。体が赤くなっていますね。これは、同じ空間に卵があることを、示しています。そしてこの状態の時、ポークシェルは他の生物に、対して攻撃的になります。もちろん複製人間に対してもです。今はドレッコを攻撃し、反撃したドレッコからポークシェル自身も、ダメージを負っています。さあ卵はどこかな？これはわからないわ。掃除対象にして、孵化部屋の格納庫に設定しておきましょう。では回収に行ってください。
とドレッコが死んでしまいました。ドレッコのお肉は、スタッフが美味しくいただきます。回収しました。部屋を出た瞬間、体が赤いのが治りました。これでもう安全です。ポークシェルの怪我は自然治癒で、治るでしょう。格納庫に入った卵は、すぐ取り出して、孵化器にセットしましょう。卵は格納庫に入っていると、生命力が落ち、いずれ割れて卵の中身と、化します。自動的に運んでもらうため、動物解放ポイントの対象外としておきます。はい、製造ポットです。今回はマックスくんを取ります。新人さん、いらっしゃい。人が増えたので、時間割を追加します。スキルを適当に割り振って。こちらは完結戦。とうとう活動を始めました。これから51サイクル水を出してくれます。そして温度は上昇中。腐敗させる用の食料保管箱は、こちらに移動させました。はい、こちらは食料庫への、自然貯水池。ここにドレッコの厩舎を、作っていきます。ドレッコは羊のような生物で、毛刈りすることでリード繊維が入手可能です。しかし今回はドレッコの変種を、産ませるための厩舎です。ドレッコの変種、ツヤツヤドレッコは、毛刈りをするとプラスチックを入手可能です。プラスチックは通常石油から生成されますが、温度が高く、生身の複製人間にさせるには危険が多いです。ドレッコに、ツヤツヤドレッコの卵を産ませるには、ミールウッドを与え続けることで、卵を産む確率が上がります。ってことで農場の完成です。違うそうじゃない。農業端末と毛づくろい端末置くとどちらも、機能しなくなるのか。ってことでドレッコ厩舎完成。このドレッコが変種の卵を、産む確率現在 15%、ミールウッドを食べるたび 5% ずつ上昇します。こちらは農場。温暖化が進み、ミールウッドが枯れ始めました。早急に温度を下げなければいけません。こんな時は、熱交換プレート。熱交換プレートは、熱交換するスピードを速めるアイテムです。使用する素材は汚染織、熱交換スピードが速いですが、凝固点より温度が上がると、液化してしまいます。建設中、ジャンボは気づかず。画面外へ。液化した汚染水が流れてきて、やっと気づきました。
たくさんのミールウッドが枯れていますね。温度下げすぎたかな？温度レイヤーを見てみましょう。真っ青ですね。でも少しずつ回復していってます。ミールウッドが生息できるのは10度から30度。一時的に温暖化の危機は過ぎました。というところで今回は終わります。ご視聴、ありがとうございました。今回も、ご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたなら、チャンネル登録と高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ジャンボでした。